ノスタルジックにデーズやフオク1966ランボルギーニ 400GT2-2 のオークション結果を紹介します1966ランボルギーニ 400GT2-2 の概要自動車イベントノスタルジックにデーズとコレクションカーオークションのコラボレーションによりオークションが開催されたコレクションカーオークションは希少価値の高い車に特化した オークションハウスの BH オークションとネットオークションのヤフオクが協力して昨年6月から開かれている2022年2月27日に判明したオークションの結果を紹介1966ランボルギーニ 400GT にスタート価格86363637円税込9500万円最終結果 落札ならず、入札数、例、1966ランボルギーニ 400GT2-2 の詳細。1965年に登場したランボルギーニ4 0 0 g t 2には、同社が初めて量産したモデル 350GT から改良を加え、翌年の66年に発売された同社の記念すべき量産2番目のモデルである。このモデルは前モデル。 350GT を超えて世界各国の円数ジアストに高く評価されたがボディ製作を担っていたトゥーリング社が惜しくも解散そのため人気とは裏腹に生産期間は2年ほどで台数はわずか247台のみが製造されただけとなったこの個体はそんな希少性の高い 400GT2 の中でも足い認定 大友とクラブストリコイタリアーノを取得している極上個体であるアシートはイタリアにおける自動車を文化的遺産として統括する専門機関厳しい認定条件をクリアしているこの個体のコンディションは内外装ともにオドメーターが指し示す 2735km という数値が本当ではないかと思うほど良好なコンディションを維持しているという